んにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃんいらっしゃい、待ってたよ。あれ、そいつは集金係のクラウドです。お代は彼に。あんたうまいことやったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみる。冷やかしか。気が乗ったらまたどうぞ、ティファちゃんと一緒にな。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。さすがはチャンピオン、見事なもんだったな。あんたの取り分だ、受け取れ。ティファの件詳しく聞かせてくれ。ああ、ティファちゃんもボムに負けず劣らずのダイナマイト砲で言って話か。おい、騙すようなことをして悪かったよ。でもまあ、あんたが本気でティファちゃんを助ける気だってのは今の戦いっぷりでよく分かったぜ。遅い。それで手を貸すとでも。まさか、言っただろう、面倒ごとに巻き込まれるのはごめんでね。ただ今のあんたなら俺の手なんか借りなくてもティファちゃんを助けてやれそうな気がするぜ。ここに来た頃よりずっといい顔つきになった。さあ、お勉強はここまでだ。そろそろ姉ちゃんの着替えも終わる頃なんじゃねえか。女を待たせると怖いぜ。ボムみたいにみるみる膨らんでどけんだ。ティファ、クラウド、7番街へ急がなくちゃ。あ、エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？行ってみよう。え？でも大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで、なんとかして。分かったから離れてくれ。